皆さんこんにちは。慶応義塾大学スポーツ医学研究センターの平田明宏です。本日は運動前に実施するウォーミングアップをご紹介します。ウォーミングアップの内容は運動強度や運動内容を考慮して一人一人に合わせて実施する必要があります。ご自身のスポーツでよく使用する部位や動作、予防したい怪我などを考慮して行うことが重要なポイントになります。栄区では過去の調査から速関節捻挫や肉離れといった足の怪我が多く発生していることが分かっています。ぜひどのようなスポーツを実施している方もこちらの動画でウォーミングアップをしっかりと実施していただき、安全にスポーツを楽しんでください。ウォーミングアップは運動時間の 10% から 15% の時間を使って実施することが推奨されています。例えば1時間の運動であれば10分程度ということになります。この動画ではウォーミングアップの際に実施する基本的なスタティックストレッチとダイナミックストレッチをご紹介します。もしウォーミングアップ中に吐き気やめまいなどの自覚症状があったら、その日は無理に運動をすることは控えてください。それでは実際にやってみましょう。スタティックストレッチはいわゆる一般的なストレッチですが、大切なポイントが3つあります。1つ目はストレッチの時間は1部位あたり20秒から30秒間しっかりと伸ばすこと。2つ目は痛みを感じない程度に実施すること。3つ目は呼吸を止めないようにすること。これらのポイントを意識して実施してください。この動画では下半身のスタティックストレッチを6種目、上半身のスタティックストレッチを8種目ご紹介します。ふくらはぎ皮腹筋のストレッチです。皮腹筋のストレッチのポイントは、つま先をまっすぐ正面に向けること、膝を伸ばすこと、かかとをしっかり床を押すことの3つです。そうしましたらゆっくり前に体重をかけていくと、ふくらはぎの上の部分に伸びている感覚があると思います。より伸ばしたい方は地面に手をついた姿勢で伸ばす方法もあります。この時もつま先の向きを正面に向けて、膝をしっかりと伸ばして、かかとで床を押すようにするとしっかり伸ばすことができます。ふくらはぎひらめ筋のストレッチです。ひらめ筋のストレッチのポイントは、膝を曲げること、でつま先を正面に向けて、かかとで床を押すことの3つになります。皮腹筋のストレッチとの違いは、今度は後ろ足に体重をかけるようにして膝を曲げることでふくらはぎの下の部分に伸びている感覚が得られると思います。立って実施するのが難しい方はしゃがんで前に体重をかける方法もあります。この方法では前足のふくらはぎを伸ばしているので注意してください。臀筋群のストレッチです。臀筋群のストレッチのポイントは、姿勢をまっすぐに保つことになります。姿勢を正した状態から足を組んでいただいて、体を前に倒していくと、組んでいる方のお尻が伸びる感覚があると思います。この姿勢で膝に違和感を感じる方は膝を抱えて胸の中心の方に引いていただくと無理なくお尻を伸ばすことができると思います。立位で実施する方法もありますが、バランスが取りにくいので椅子を使ったり、室内の場合は仰向けに寝て実施する方法がおすすめです。足を組んでいただいて膝を胸の方に引いていただくとお尻を伸ばすことができます。腰や背中が丸まってしまうとしっかりと伸ばすことができないので注意してください。
ハムストリングスのストレッチです。ハムストリングスのストレッチのポイントは背筋をしっかり伸ばしてもらうことになります。背筋を伸ばした状態のまま足を伸ばしてゆっくり前に体を傾けてもらうと、ももの裏が伸びる感覚が得られると思います。ハムストリングのストレッチの基本はつま先をまっすぐ上に向けて実施します。しかしハムストリングは内側と外側に分かれているので、つま先の向きを内側や外側に向けることで伸ばす位置を内側や外側に変えることができます。この姿勢でお尻や腰に違和感がある方は膝を軽く曲げてやっていただいても構いません。つま先はまっすぐ天井の方を向けていただくと、しっかりハムストリングス全体を伸ばすことができます。グラウンドなどで椅子がない場合は立位でも実施可能です。立位の場合は反対の膝を少し曲げてストレッチを行います。ももの前、大腿四頭筋のストレッチです。大腿四頭筋のポイントは、腰を反らないようにまっすぐに保つことと、股関節を伸ばすことの2つになります。バランスを取りやすいように壁などに手を当てて実施してみてください。できるだけ膝を引いて伸ばしてあげると、ももの前がよく伸びる感覚が得られると思います。よりももの前を伸ばしたい方は、下の足で上の足の膝を軽く押すと、より伸長感が得られます。ももの付け根、腸腰筋のストレッチです。腸腰筋のストレッチのポイントは、腰を反らないことと、伸ばすときに沈まないことの2つになります。片膝立ちになっていただいて、ゆっくり前に体重を移動します。でこの時に、膝立ちの、足の腰を前に出すようにしてもらうと、ももの付け根が、伸びると思います。片膝立ちの姿勢で、膝に違和感がある方は立位で実施することもできます。立位の場合はふくらはぎの腓腹筋のストレッチと混同してしまうことがありますが、今回はかかとは浮かせておいてください。後ろ足が動かないように注意しながら、股関節を前に押し出してください。股関節の付け根が伸びる感覚が得られると思います。腕の内側、手関節のクッキングのストレッチです。手関節のストレッチのポイントは、肘を曲げた姿勢からスタートすること、手のひらをまっすぐに押さえてストレッチすることの2点になります。ゆっくりと伸ばしていただいて、腕の内側の筋肉が伸びるところでストップしてストレッチしてください。この時に指が真下を向くように押さえてもらうと、手首をまっすぐに押さえてストレッチすることができます。手首が斜めになりやすいので、人差し指側の手のひら、人差し指の付け根を押すように意識すると、しっかりとまっすぐ伸ばすことができます。腕の外側のストレッチです。手首の心筋群のストレッチになりますが、ポイントは肘を曲げた姿勢からスタートするのと、手の甲をまっすぐ押さえてゆっくり肘を伸ばすことの2点になります。腕の外側が伸びている感覚が出るところまで肘を伸ばしてもらって、伸びている姿勢でストレッチをしていきます。この時に指が真下を向くように握ってもらうと、手の甲をまっすぐ押さえることができます。手の甲を押さえながら外側に回すと、より腕の外側を伸ばすことができます。
肩の外側、三角筋のストレッチです。三角筋のストレッチのポイントは胸を張って実施することと肩をすくめずに実施することの2点になります。胸の前で手を組んでいただいて肩の後面が伸びるところまで腕を引き寄せていきます。この時に親指が下に来るように実施していただくとより肩の後面にストレッチ感が得られると思います。肩の痛みや違和感のある方は低い位置で実施してもらうと軽くなると思いますので無理のない範囲で実施してください。二の腕、上腕三頭筋のストレッチになります。上腕三頭筋のストレッチのポイントはまず胸をしっかり張って実施することと肘をしっかり曲げて実施することで、3つ目に反対の手で肘を斜め後ろに引くことの3つになります。二の腕に伸長感が得られるところまで手で引いてもらって心地よいところでストップしてストレッチを実施してください。この姿勢を取るのが難しい方はタオルを使って下の手でタオルを引いていただくと二の腕がより楽に伸ばすことができます。腕の力こぶの筋肉、上腕二頭筋のストレッチです。上腕二頭筋のストレッチのポイントは肩をすくめないこと、胸を張ること、肩を前に突き出さないことの3点です。壁に手を置いてもらって指が体の後ろを向くように、します。でここから腕の筋肉が伸びる位置までゆっくり体を回していきます。この時に肩が前に突き出ないように注意してください。胸の中央と手をできるだけ引き離すように実施すると伸びる感覚が得られやすいと思います。胸の筋肉、大胸筋のストレッチです。大胸筋のストレッチのポイントは胸を張ること、肩をすくめないこと、肩を前に突き出さないことの3点です。肘を壁に当てていただいて胸の前が伸びるところまでゆっくりと体を回していきます。この時に肩が前に突き出る形になるとストレスがかかってしまうのでできるだけ胸と腕を一直線になるように意識して実施してみてください。肘と胸の中心をできるだけ引き離すようにイメージするとより伸長感が得られると思います。背中、広背筋のストレッチです。広背筋のストレッチのポイントは背中をやや丸めてもらうのと腰が動かないようにしてもらうことの2点です。腰が動かなくなるので座って実施していただくことがおすすめです。座った状態から手のひらを上に向けて反対の手で手首を持ちます。 C の字になるように横に倒していくと背中から脇にかけて伸びる感覚が得られると思います。この姿勢でストレッチしてみてください。背中から首にかけてある僧帽筋のストレッチです。僧帽筋のストレッチのポイントは胸を張って実施することと肩をすくめないことの2点になります。立位で実施していただくこともできますが姿勢が崩れやすいので座って実施するのがおすすめです。手を頭の上に置いていただいて腕の重さで首を斜め横に傾けていただきます。肩から首にかけての筋肉に伸長感が得られると思います。反対の手で椅子の端を掴んだり
椅子の座面を押すようにしていただくとより伸長感が得られます。ダイナミックストレッチは体を動かしながら可動域を広げる動的ストレッチと呼ばれるストレッチになります。立った状態で実施する方法や歩きながら実施する方法があります。ダイナミックストレッチのポイントは3つあります。1つ目はストレッチは10回を1セットから3セット実施すること。2つ目は痛みを感じない程度に実施すること。3つ目は動作は小さくゆっくりから徐々に大きく早く実施すること。これらのポイントを意識して実施してみてください。スタティックストレッチと合わせて実施することでより効果的に運動前の準備をすることができます。この動画では下半身のダイナミックストレッチを5種目、上半身のダイナミックストレッチを3種目ご紹介します。ももの前とももの裏の筋肉のダイナミックストレッチです。ポイントは上半身を一直線に保つことと足をまっすぐに振ることの2つです。壁などに手を置いて体を安定させたら対角線の手足を大きく振っていきます。この時に上半身、特に腰が反ったり曲がったりしてしまうとしっかりとストレッチすることができないので軽くお腹を引き締めて実施してみてください。足が開いて斜めに振ってしまうことがよくあります。まっすぐになるように意識してください。はじめは小さく、慣れてきたら徐々に大きく動かしていきましょう。ももの内側と外側、お尻の筋肉のダイナミックストレッチです。ポイントは上半身を一直線に保つことです。壁などに手を置いて体を安定させたら対角線の手足を大きく振っていきます。この時に上半身、特に腰が反ってしまったり曲がったりしてしまうとしっかりとストレッチをすることができないので軽くお腹を引き締めて実施してみてください。はじめは小さく、徐々に大きく動かしてみましょう。慣れてきたら腰を回してダイナミックに実施してみてください。股関節周囲の筋肉のダイナミックストレッチです。ポイントは上半身を一直線に保つことです。壁などに手を置いて体を安定させたら股関節を後ろから前に回していきます。終わったら反対に前から後ろに回していきます。この時に上半身、特に腰が反ったり丸がったりしてしまうとしっかりストレッチをすることができないので軽くお腹を引き締めて実施してみてください。はじめは小さく、慣れてきたら徐々に大きく動かしてみましょう。ももの前の筋肉のダイナミックストレッチです。ポイントは上半身を一直線に保つこと、できるだけ膝を引くことの2つです。その場に立って実施しても大丈夫ですし、軽く走りながら実施していただいても大丈夫です。この時に上半身、特に腰を反ってしまうとしっかりとストレッチをすることができず腰を痛めてしまう可能性があるので軽くお腹を引き締めて体が一直線になるように実施してみてください。膝が前に出てしまうとももの前を効果的に伸ばすことができないので膝をできるだけ引くことも合わせて意識してみてください。お尻の筋肉のダイナミックストレッチです。ポイントは上半身を一直線に保ち、できるだけ膝を高く引き上げることの2つです。その場に立って実施しても大丈夫ですし、軽く走りながら実施していただいても大丈夫です。この時に上半身、
特に背中が丸まってしまうと効果的ではないので、軽くお腹を引き締めて一直線になるように意識してみてください。しっかりと膝を引き上げて足を上げる動作を意識することで転倒しにくくなるので、意識して実施してみてください。肩関節周囲の筋肉のダイナミックストレッチです。ポイントは背中、肩甲骨から大きく動かすことです。その場に立って実施しても大丈夫ですし、軽く走りながら実施していただいても大丈夫です。肘でできるだけ大きな円を描くように背中から動かしてください。前回しと後ろ回し、両方とも実施しましょう。肩関節周囲の筋肉のダイナミックストレッチです。ポイントは背中、肩甲骨から大きく動かすことです。その場に立って実施しても大丈夫ですし、軽く走りながら実施していただいても大丈夫です。手のひらを外に向けて、できるだけ胸を開いた姿勢から体を丸める姿勢を作ります。この動作を繰り返し実施していきましょう。胸を開くときは胸の前を伸ばして、背中の中央に肩甲骨が寄るように意識してみてください。背中を丸めるときは背中左右の肩甲骨の間が伸びるように意識して実施してみてください。肩関節周囲の筋肉のダイナミックストレッチです。ポイントは左右の腕を遠ざけるように実施することです。その場に立って実施しても大丈夫ですし、軽く走りながら実施していただいても大丈夫です。上の手は手のひらが内側から後ろを向くように回していき、下の手は手のひらが内側から外側を向くように回していきます。タオルを絞るように左右の腕を遠ざけながらねじる動作になります。この動作を繰り返し左右交互に実施していきましょう。息が止まりやすいので、呼吸することを意識しながら実施してみてください。本日は多くのスポーツ種目や多くの方にご活用いただけるスタティックストレッチとダイナミックストレッチをご紹介しました。しかしストレッチだけでは運動中の怪我を予防することは難しいことが分かっています。ご紹介したストレッチの後に、ランニングやそれぞれのスポーツの軽めの練習メニューを実施して、徐々に運動強度を上げてから本格的に動き始めることで、運動中の事故や怪我を予防することができます。特に寒い日や久しぶりの運動の際には、念入りにウォーミングアップを実施するように心がけてください。皆さんの安全なスポーツライフを応援しています。本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。